よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日のゲスト、スイーツなつきさんです。よろしくお願いします。ラジオでもちょっとすぐ終わるかもしれないんですけど、みんな声ありがとね。ちょっと夜はあの夜はあのこうクマさんをしてたんですけど、なんかもう見てくるかな、チリチリチリクー。でも聞いて、何、私もさっきのクマしたの、うん、あ、うんうんうん、クマしたらチリチリになった、なるよね、なんだろう、チリチリのパキパキの、わかる、ガサガサのパリパリのシャリシャリ、シャリ、髪じゃない、髪じゃないもはや、うん、からのふさふさだよねやっぱり。いや本当に、いや本当にそうなんですよ。冗談じゃない。いやマジやばくないですか、ちょっとショックで。ルアの髪がそうなることってあるんだ。結構ショック。いやなんかちょっとお昼コーナーどうしてもハーフツインの巻き巻きにしたくて、そうしたかったんですけど、なんかそしたら夜どうするみたいになって。このハーフツイン巻き巻きから急にストレートでとかはできないので、その巻き巻きをねちょっとあのさらにアレンジを加えたヘアしかできないんですよ。だからお昼はこうだったので、じゃあ夜こうするしかなくねみたいになって、こうヘアメイクさんの案でこうやってみたんですけど、思ったよりパサパサになりました。まあでもみんなに可愛いって言ってもらえたからオールオッケー。心拍音みたいな。何よ。マジパサパサ。マジやばい。お風呂入らないと。これはやばい。これは。てん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 。トッパーやばい、いや、トッパファイルマジで面白い、マジ大好きです。私とルアの中で本当にこれずっとブームだよね。いやそう、私とルアしか楽しんでないよ。え、そうか、ね、通じないし、うん、人によってない。そうそう、だからこれはとか言うと、うん、そう、そのもうムードになるよね。てん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 、残念、惜しい、突破突破した時、私も突破してみたいな、突破したことないんだよね。いや、それ難しいよね。難しい、あれわからない、うん、そう、コマちゃんの初日で、もうコマずっと可愛かったよね。可愛かった、めっちゃ可愛くて、そう、あのお昼公演と夜公演の間もずっと喋ってて、そうそうそう、可愛い、可愛かったね、なんか、うん、でも一個下ってこんなになんか可愛がられるんだと思って、ルアが大人っぽい。私ってあんまりさ、可愛いねみたいな、うん、なってなかった気がすると思って、コマの性格なんだけど、いや、しっかりしてんのかな、うん、まあ、あれだよね、私の下に最年少のもっと可愛い可愛いリリカがいたから、リリカちゃん最年少のって言ってたから、うん、意外とこっちに注目来なかったいや、実はそんな変わらないんだよっていうやつだよね。いや、そうなんす、そうなんすちょっと似てないそうなす、いや似てない、さーなすえ、これはてんてんてん、惜しい、悔しい悔しい悔しい、はあ、ちょっと似てたね、私は残念だったんですけど何をしてる、何をしてんの何を
をしてんの。だ、ダメだこれ。え、待って、明日学校なんだけど。え、そうじゃん。え、待って、明日月曜日。月曜日。お、終わった。声出なかった。吐いたよ、もしかして。吐いたよ。これはやばい。そう。いや、忘れてた。え、めっちゃ忘れてた。あ、待って、ガチで明日、遅く起きようと思ってたの。え、今日夜更かししようと思って。今週は宿題なかったんで、全然もう余裕で鼻広げながら投稿したいと思います。どういうこと、鼻広げながら投稿で初めてなんか風邪を肩で切りながらとか、ね、あ、確かに鼻を広げながら鼻どういうこと鼻広げ、あのカメラのレンズくらいのあるんだからさ、もう本当に面白かったんだよ。だってさ、最近私、うん、それのために一回保存し直してますから。じゃあ最近サマーのね、セットリスト公演でありますね。あ、セットリスト公演の時か、うん、の開演前だよね。うん、ちょっと試してもらって。いや、じゃあ、いや、そんな簡単ね、そんな簡単ちょっと披露するわけないじゃないですか。そんな簡単に見せられません。申し訳ないんですけど。じゃあ代わりにこれで。代わりに、おーおーおおおおおおおこれはやばい。これはやばい。みんなスクショしてね。オッケーもやばくない。これで追いかけてきたんですよ。怖い。マジやばい。もう夏木涙なんだよ。夏木涙。そう、ノールックで夏木がそう撮影して、私も走りながらね、逃げてるんで、私が追いかけたから夏希が逃げながら写真撮ったら、後で見返したらえみたいな、ね、何これみたいな。しかもなんかポートレート聞いてて、あ、そう、ちゃんと後ろぼやけてる。画質が良くてね。この時の顔が、あの鼻の大きさが、あのカメラのレンズと同じなんじゃないかっていう感じでございます。そう、あのサマーソングの時にMC で出したので見てください。ね、アーカイブ、そう見たい。マジ奇跡の一枚、そうだよね。ずっと笑ってた。うん、本当にびっくりした、これ撮れた時。そんなことある。やばかった。10円玉入りそう。いや本当にそれは多分入ってると思う。入ってる。うわ、ちょっと汚しちゃった。おう。トゲのように。本当に言えない。夜明けが来る。旅、お好きだすんだ。なんでしょ。ちょっと待って。え？歌い方まで似てきた。何があったんでしょうか。私たち多分特徴を捉えるのが上手いんだよ。そういうこと、はい、だからモノマネいけるんだ。なんかそう、なんかね、思い出した。何、いや、人によって聞こえ方違うかもしれないけど、うん、私なんかその夜明けが来るのところ、うん、気合い入れすぎて、うん、うずきだふんだだふんだダフンダみたいな。いや、めっちゃフーとは言ってないけど、なんか聞こえ方によってはなんかダフンダに聞こえて、うん、本当にもう恥ずかしかったのがあった気がする。でも最初の頃なんだよね、そのポジションやってすぐみたいな。やばい、あそこなんか気合い入っちゃう。いや、そう、なんでだろう、超緊張する。わかる、緊張する。やばい、ダフンダやばいね。ダフンダ変なおじさんになっちゃうね。そうそう、ダウンだ。あれさ、変なおじさんのさ、うん、腹巻き欲しかった。腹巻き欲しい人いる。そう、3頭欲しかったの。
欲しかったあの腹巻き憧れてたんですよね。そう珍しいと思います。いや本当にさ、うん、だって小学生の頃なんてもうテレビで生きてたじゃん、うん、だからもう特にその番組はめっちゃ見てて、うんうん、腹巻き欲しかった。今でも売ってる売ってるんだ、じゃあおしゃべり会のコスプレとかで参考にさせていただきます。 ありがとうございます。参考にさせていただきました。まあルアのね、あの来年の生誕のんあ今年やってない、今年までやってない。そうじゃあ今年のリスクだよ。早まった生誕の方が急いで注文またはあの、またはアルバムやばアルバムのね、あのそういつも可愛い衣装とか作ってくださるやつ、あれ腹巻きで色はピンクでお願いします、はい、ピンクがいいです、はい、やばいな。ね、生誕祭してみたいな今年も。うん、ベルボーまたベルボー行きたいね。え、割とルアンの生誕は、うん、最初の黒板あれ結構力作だったんだよね。マジ夏希の黒板大好き。え、さ、ルアとさ、あのさ、共同作というかさ、うん、最後にルアがでっかいベルボー書いてくれたじゃん、うん、あれでめっちゃルア感だ。いや、あれでしまったよね、マジで、うん、あ、そうだ、そう、私、うん、今日声やばくて本当にすいませんでした。ねえ、声大丈夫？大丈夫、うん、大丈夫な時と大丈夫じゃない時があるんですけど、なんか今日みんな声ちょっとね、そう、どんな心配な、ごめんね、本当に。でもその代わり頑張ってパフォーマンスしたので、ねえ、偉いね。ちょっと見ててください。見てるよ。てかさ、裏話だけどさ、うん、傷つけて傷つけられての、うん、僕の涙は流れない、うん、のやつなんですけど、その時にちょっとこうね、こうこうだっけ、こう、こうか、こういうやつ、こうこうか、うん、こうやるんですけど、うん、この時にガチでここ引っかいてて、そこ赤い跡、本当だ、見えないか、赤い跡がついてるんですよ、こうこうこう、本当に爪で引っかいてるんで、ここあのいつか見てください、暇になったら。毎回やってるので。本当に引っかいてるってこと？毎回多分気づいた人いないと思う。気づかない。でもいや、でもあの後で来たのは初めて、今日びっくりした。あれ後ついてると思って、うまい、ガチで傷つけた。そうなんです。そう、なんかでもその元々出たポジションではそこ歌割りなので、あんまりね自分で傷つけるポジションはしないんですけど、そうする機会ないけど、今日くらいです。なんでビブス、え、ルアってずっとビブス着てますよ基本的に。でよくビブスで帰ろうとしてます。あるあるです。どう？あるあるです。ありえるでしょ。ちょっと似てない。ちょっと似てないか。どうなったっけな、なんかモノマネしたい気持ちになってきた。視界入った視界入ったよ。私下見てるのに。君を思い出してる気がしてしまったら、何か大事なものをもう全てかかかかえ、すごい、これ共通なんだね。やばい、いや、頭の中でかかとか言いながら言ってる、言ってる、言ってるよね、すごい。初めて
言った。そう、もう滑ってかかったのね。ちょっと肩落とすんですよ。体落とすのか、うん、滑ってかかって、そういう音ハメがあるんですけど、うん、それが今ハモった。なんか踊りたくなってきた。ちょっと踊ってるからやかましかったらごめんね。いいよ、踊って。はい、イサベルアのダンス教室、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしましょうか。それはちょっとちょっと NG で、NG で次回、うん、NG じゃなかったかも、はい、体力ありま余ってる。そうなんです、体は元気なんですよね一応。うん、でもお見送りとか声ガラガラでやっちゃって、なんかね、そう、この人めっちゃ声低くねみたいな、ありがとうございましたえ、寿司や、いらっしゃい、ちょっとラーメン入ってる感じなんかラーメンとお寿司頼めそうなお店で、多分働けそうな声でした、はい、いやマジで、いや多分みんなからしたらそう聞こえたと思う、ごめんね本当に。あ、今日見えたよみたいな、見えたよ見えたよ、ありがとう、怖い怖い、気をつけてやってね、怖い後で終われそうな声、気をつけてやってねごめんなさい本当に。いや大げさかもしれないけど、マジで低かったけど、あれが最大限の高音だったから、ごめんなさい。でもユーハも同じこと言ってる。そうだから、そう、リハが一番やばかったんですけど、うん、そう、まあ、お昼公演の前にリハーサルをして、その時に結構ユーハとルアとかと同じ歌わりが多くて、うん、そう、え、マジでやばいねみたいな。待って、僕の涙歌えるから流れないのあそこ。今日は私が歌い出しだったんですけど、うん、夜明けが変わった太陽を知っているって言うと、うん、両サイドからルアとユーハが出てくるんだけど、そうなんですって、3人の歌になるんですよね。2人とも喉をやってて鼻声で夢は出ていた夢は覚めたんだみたいな急にで、なんか夏希もさ、ちょっと歌いづらみたいな自分がおかしい、そう歌えない時大体胸ってやってるよね。分かる分かる、本当にごめんなさい。でも全然大丈夫だ。でもなんかリハよりは全然声よくなって、うん、面白かった。君守みたいな、ねえ、でお互い自分の歌声が聞こえなくて、え、自分、え、お互いなんか聞こえてるみたいな、いや分かんない分かんないみたいな、ちょっと危ない危なかった。大丈夫ですよ、えらいえらいえらい、私が踊ろうとしてるわけです。危なかったよ。そう、あ、でも今日ゆっくり休んで、皆さんもゆっくり休んでください、ね、明日お仕事の方もいらっしゃると思うので、明日の活力になるように誰の配信です。え、誰？でもそうなんです。応援してますよ皆さん。励ましチャンネル。励ましチャンネル。イソベルアの励ましチャンネル。道徳にありそう。確かに。いや明日もね、お仕事、いや学校あると思いますが。はい、でも今日思い出してみてください。頑張れるでしょ、大丈夫、君ならできる。響いた。それでは来週もよろしくお願いします。励ましチャンネル週に1回日曜の夜9時からなんか微妙な、いや今8時だな、ダメだ、あくつかに来た先生、終わったよ。すごいいいな。よいしょ。かえりさんです。かえりさんです。かえりさんです。
か。対抗している、私小鳥やってみたいんだよね。やったことある？あるある。あれやってみたい。あるけど、すごいんですよ。萌に笑われた。本当に。こういう歩き方なんですよね。こういう振りなんですよ。そう。そうな、わざとなんですけど、こういう。でも、ルアうまそう。確かにめっちゃ顔残しそう。え、わかるわかる。の、そうですね。ゴン。ゴンやばい。隣でうるさくてすいません。でも、ナスキはちゃんと。やってるのね。はい、すみません。私だけ騒がしいだけです。すみません。いや本当に。ちょっと疲れてきましたけど、いやでもね、うん、私たちの配信がやっぱり明日の活力になって。あの一応こう見えたの励ましチャンネルなので、明日の活力になってといいなって思いますね。はい、面白いな。励ましチャンネル。励ましチャンネル、なんか見たくなってきた毎週。毎週ねやってるのね。見たいです、見たい。そう、私もマジ自分で自分を励ましてるからね、本当に偉いよ。やばいね。あ、でも課題がないだけ楽かも。うーん、そう、鼻広げていくだけだからどうあの顔で。じゃあもう一回見せてくんないか。あの顔がどのか分かってない。私さ、いろいろ解説したい、本当にマジで世に出したことないよね。ありがとう、とお借りします。マジでこれ奇跡の一枚なんですけど、これの不意に撮れた写真で、私もなんかそのカメラなんか気づいたらカメラ追ってるんですけど、そうなんです。なんか鼻広げるってこんな感じなんですけど、なんか、ね、去年、マジで去年なんです、うん、本当に去年で、そうで、なんかわかんないけど夏希を追いかけてて、夏希が逃げてて写真撮ったら怖い。なんかそれ、説明してること全部理解できないよね。で、このレンズがちょっと鼻の大きさとかとなんか似てるんじゃないかみたいな。はい、で、鼻広げるってこういうことです。はい、わかるよ。こんな感じで投稿したらやばいよね。うん、そうなん、面白くない？すごいよね、マジで同一人物とは思えない。でも私のスマホにルアの変顔いっぱい入ってる。いや、夏樹が撮ってくれるんですよ。なんかさ、生誕祭の時、うん、絶対にさ面白いのがあるんだよね。なんかないかな。いい、ありがとう。あの七夕のあれって何だったっけ、七夕の黒板書いたやつ、彦星様にお願い事をみたいな、浴衣祭り今年。そうそう。見つかった。はい、なになに、これ公開できないかも。え、見せて。これか、ちょっとちょっと待って。じゃあこれ透明だね、透明のみで。あのこちら、まスクショはいいんですけど、ね、配信してるかも、スクショはいいんですけど、あの、あんまりその拡散とか、あの心の中に、ね、やっぱりこの、その自分のフォルダを見て、あ、明日も頑張ろうみたいな。うん、やっぱり、この写真を見て明日も頑張ろうって思ってくれれば嬉しいので、そのために、あの、皆さんにお見せしたいと思います。はい、あの、シークレット、そうです。いきますね。こちら、あの、いつだ、7月7日うんうん、に、トラマですね、夏希がカメラを向けてくれて、私がそれにノリノリで撮ったら、そう、奇跡の一枚が。それさ、最初さ、私黒板撮ってた。黒板撮ってたら横から入ってきたんだ。あ、夏希がルアーを撮ろうとしてくれてたわけじゃなかった。あら、私が入ってきたんですね。黒板に私が天の川を描いたの、うん、だからそれがあら素敵と思って、うん、ちょっと斜めから角度つけて撮ろうと思った。私が入ってきた。てか、そんな写真でございます。いきます。 3,2,1 じゃーん。
ップにするとマジでやばいから、あのみんなスクショしてトップしてほしい。これやばい、つむらな瞳がたまらないんですよ。そうなんですよ、これあのこう見えてあのおでことか全部、うんうん、あのテカっててそうなんで、あのスキンケアしてて、スキンケアの乾かしてたんですよね、化粧水とかを。だからすごいあの伝わらないですけど、すっごいテカってて美しいんですよね。すごいあのちょっとアマンガーとマッチしちゃって、これマジやばい、本当にやばい、マジ面白い。これは面白いです、神々しいですね。でそのこれはやばい、ちょこれやめときますね。春のさ生誕とかさ、うん、春の生誕、あー飛んでっちゃったとか、なんかありそうな気がするんだけど、どうでしょうかどうでしょうか。ちょっとあの拡散はあんまり、拡散はあんまり、ちょっとねフォルダに入れて。ルアトのさ、LINE 見たらありそうな気がいろいろあるよね、するのだけれど、どうですかね、どうですかね、どうですか。マジ奇跡の一枚。すいません、ちょっと保存期間があれなので。どうすか、何ですか。スクショするね、うん、保存期間がちょっと過ぎてて、何の動画か分かんないんですけど、おそらく歯磨きかな、はい、え、その時に何か撮ったっけ。これちょっとスクショだけどこれはこれちょっと突破できないですね、ちょっと突破できなそうです。突破できなかった、はい、ちょっと どうしてこの、いや、こう次のいきますか。ちょっと待ってください、ちょっと待っててね。あ、すいません、全然大丈夫です。あの、普通に話してました。これはまあまあまあ、こう100歩譲って、あ、今こんな感じただ前髪綺麗な磯ベルアみたいな感じです。めっちゃ綺麗。そう、でもなんか最近本当に前髪が安定しなくて。ありがとうございました。ありがとうございます。前髪が安定しなくてですね、とっても綺麗です。何おっしゃいますか。ちょっとあの、そうです、あの目元だけでした。なんか踊りたくなってきた。でもさ、本当に4公演お疲れ様だよ。あら、ありがとう。マジで、すごいと思う。私はできないからね。いやいやいや、いつもよく出ていや、そのなんか珍しかったんよね。いつもその4公演出てる側なので、うん、おと思って、これはって思ってそう、でもちょっと急すぎて予定入れられなかったんですけど、うん、ずっとゴロゴロしてました、昨日は。よかった。ちょっと配信も見てたよ、DMM。 あ、そうなの。そう、見てた。ありがとうございます。夏希、髪型かわいいと思って。何してたっけ。あ、夜団子じゃない。ん、夜ね。うん、見てこのパサパサ感。そう、クマちゃんするとパサパサ。そう、クマするとね、かわいいんだけどパサパサになってちょっとね。下目お団子は別にパサパサにならないんだけど。そうなんです。上目のクマちゃんにするとパサパサになっちゃう。そうなんです。そうなんせいや、今のはちょっと惜しいから。あ、惜しかったか。ちょっとそう、そうなんそう、うまい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 なすうまーべらすみたいな。はい、どれだけ
食べてもゼロカロリー。マーベラス。全部通じるのやばい、嬉しいな。マジで嬉しい。こんだけ通じるの夏希しかいないんですよ。本当に。マジ夏希しか通じなくて、夏希と晴れも通じるよね。晴れと夏希とルア、うん、結構盛り上がるよね、そういう。そうなんですよ。ちょっと春中はもう卒業してしまいましたが、はい。でもこの前カマチョラインを送ってきて、あら、そう、なんかタンタカタンみたいな、えっ、なんかね、効果音を言ってきて、ええみたいな、何のご用と思って、そう、そんなね、そう。卒業しても仲良くしてくれるハルチュに感謝。感謝。ありがとう。今も話してるハルチュと。話してる。そうだよね。話してるよ。話してるよ。話してるよ。昨日も喋った。よー。パッタカダ。日本人め。え、何それ、草。え、何それ。よ、あね、神社でやるやつみたいな。神社でやる。私あれさ、すごいさ、日向さんがやってるイメージ。私さ、うん、ちょっとの期間和太鼓やってたんだよね。おお、ルアも樽太鼓やってたよ。え？待って、そこ共有できるんだ。え、びっくりしてる。え、そこまで理解できる。ちょっと勇気を出して、実はみたいな。そうそうそう、ちょっと実はサル太鼓みたいな。え、私もサル太鼓も。でも多分和太鼓の方が全然すごい。サル太鼓は誰でも、はい、誰でも多分できる。そう、そう、簡単で楽しいんですよ、あれ。うーん、筋肉痛になる。和太鼓ってこんな感じ、もうこういう感じ。素でたい。私は、なんかね、いろいろあったの。うん、置いてある太鼓とか、私は大太鼓に選ばれて、おっと、上でこの小さな体で頑張ったの、うん、ってやってたら、うん、腕本当に筋肉痛になる。やば、そうなんだ、それそれ、そう、だんだん飽きてくるんですね、で横ら辺にこういうのいるでしょ。あれ私吹けないですね。難しそう。新潟市民って太鼓、どうなんだろう。え、でもなんだ、え、新潟以外になんだろう。結構そのお祭りのイベントとかってそういう太鼓募集とかあるんだ。あ、結構全国各地であるんじゃないですか、ね、うん、あると思う。うん、千葉とかにもあるの、うん、太鼓みたいな。でもなんかの小さい子が結構太鼓叩いてるとかよく見るから、うんうんうん、ね、やっぱ日本のものだしね、身近にあるといいよね。そうね。単純計算で1枚な。あと7分で9時、オッケー、7分、9時で終わります。あと何話そうかな。う、本当に楽しかったです、今日は。ありがとうございました。でも最近髪型悩んでるので、また何かおすすめあったら教えてください。と悩んでるんだよね。何がいいんだろう。勝ち盛りはする勇気ないんだよね、まだ。やったことあるの、好き。うん、うん、ちょっとだけある。ちょっとだけ。ハートもしたことないやろ。似合いそう、いい、めっちゃ似合いそう。そのハーフツインとかにさ、うん、ハートつけるのに、ね、いいね、確かに。ハート作りたいですね。みんなもし今日の公演来てくださった方いたら感想を教えてください。お待ちしてます。お待ちしてます。コメント読むね、うん、そしたら、なんか
傷んでるのがもうここら辺くらい前なので、まあ実質切ったらボブなんですけど、でもねちょっとこれからなので、そうなんか全然まだまだ理想とする髪の長さじゃなくて、これからもっと伸ばして、そうで髪の巻き方とかめっちゃ習得して、うーんいい長さになりたいですDM民でした。おありがとうございます、見てくださって最善でした、かっこよかったです、ありがとうございます、かっこいいです最善って多分すごいんだろうね、うん、最善でちゃんとした公演見たことないから、私もなんかリハ中に最善座る時とかはあるけど、うん、ね多分想像以上に、うん、音響マイク衣装とかいう全部揃った状態で最善で見てみたい、うん、あとはその状態で柱からも見てみたい、確かに確かに確かに、まあ、柱も楽しみ方があると思うんですけどね、うん、でもやっぱり最善が一番いいよね、でも最善もさあれなんじゃないの、首痛い、首痛いし全体を見渡すことはできなそう、確かにどうなんだろう、あでも実際に勝手に偏見なんですけど、これそうですね、このステージ立ってる側からしたらどうなんだろうみたいなね、ほぼ足なんじゃないもしかして足を見たくて最善、そうだよ、え、そうですか夏希さんがそう言うならそうです、そうです、はい、なるほど、最善、やった今日は足が見える、足がで、私はそうやって楽しんでます、あじゃあ最善の人と目が合わないってことはそういうことですねなるほど目合わない なるほど、みんな足見てるの、顔見てね、いやパフォーマー全体見てくださいだからか、え今日なんか、うん、すごくお膝の絆創膏について触れてくれた、お見送りなるほどね、いやそういうことなんですね、じゃあ多分足を見たときに、おおあれあれ両膝何があった何があった、ね、でもだんだん治ってきてるんだよね、そうだよ、ご安心ください、私が言うことじゃないけどご安心ください、代行して言います、ありがとう、代行代行です、え代行、代弁、代弁しています、代弁しますか20敬語になっちゃったかな、え夏希ちゃんの身長くらいまで伸ばす、いやそんな髪伸ばしたらちょっともうやばいですけどでもね、もう腰くらいは行きたいんですよね、おリリノくらい、うん、今髪切ってるけどね、リリノ、リリノ長かった ね、 ね今日も好きです、ありがとう、刀剣でも楽しめました、ありがとうございます、嬉しいね刀剣ね、うんうん、なんか楽しかったな、え、そうでも今日結構刀剣の人が多くて、うん、なんかここからもはやもう刀剣の人じゃねと思って、うん、勇気を出して、え今日刀剣ですかって聞いたら、そうですみたいな、おー正解で、その後も結構人がいたので、うん、やっぱりこの制度すごいいいなって思いましたね、ね、うん、いい制度だこと、いい制度だ、パーパーパー、ほらいるよ、夏希ちゃんの足ばかり見てます、だって、え本当ですかその心、冗談で言ったあれ本当だったの、本当だった、顔見てる、おお、それもそれ恥ずかしいけどありがとうございます、顎見てるって、おへそ、え、言えなかった、おへそ見ちゃいましたって、へえ、まあ、これは私はあんまりわからないんですけど、うん、私出してないみんなので、うん、おへそ、おへそっていつ出るの、高校卒業したら、あ、そういうこと、え、何の衣装で出てる、空き缶とかね、私そうなんですよ、出せなくて、でも出した方がかっこいいんですよね、 あそこ結構ここら辺使うので、確かに確かに、そう、なんかね、ちょっと見えが悪く見えるんですよね、ルガって今高2?2です、あと1年半待ちます、待てない待てない待てないこんばんは、あ、もう9時だね、そうだね、ほんとだ、あっという間、
でもなんかそうさあ、うん、実際に席に座って劇場を劇場公演を見てくださったファンの方のそのどこ見てますとか意見すごい気になる。いやそうだよね、だからあんまりこういう話したことなかった、私も。あれ、なるほど、大丈夫、通り過ぎた。大事な足跡え待って、歌いたくなってきたよいしょ、待って、これあんまり思わないで、てる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 、てるてる、音かけるなんだっけ、涙かれ、流してくれるの、うん、待って、これさ、ミスれないやつやん。ちょっと行きますね。確かに、結構激しい、こちら1回限りとなってます。こちらを、まあ、ぜひ見ていただいて、なんか、後日ね、フォルダで見返した時に、なんかちょっと、あ、涙かれるまでそばにいる、すごいいい曲だな、みたいな。ベルちゃんのダンスも見れちゃう、明日も頑張ろうってそう、励ましチャンネル思ってください、はい、こちら励ましチャンネルなので、はい、その心を忘れずに最後まで行きたいと思います、うん、お、来た、私もまたやればいいのこれ今出たわし、確かに時間で飛ばさないんだけど、でこうだけしよう、うん、すごい、自分のパソコンが見てあげれば一人じゃないことに一気づけ強くなれば自分の強く信じてた映ってたかな、ありがとうございます、すごいレアレア、めっちゃいい、いいと思います、本当に超振り付け良くて、歌詞もいいし音楽もいいし、もう曲も本当に全部いいから、みんなさん疲れちゃった、そう、ちょ配信緊張しちゃった、初めて配信でダンスしたの、そうなの、そう、曲もかけたことなかった元気もらったわこれこそがやっぱりねチャンネルですよ、これチャンネル、そう、チャンネルですか、すごい、今のダンス本当にかっこいいです、なんだ、大事な足跡、波だかれるまでなんだこと一緒のうち何回あるか、そんな悲しみ数えるほど涙くれまで泣いたこと人が抱え始めてまたね、どん底で思っているけど振り返ってみれば大事な足跡、そう、これ足跡なんです、可愛いよね、あれみたい、あなたに褒めあつくっていたすかすごい、レクチャーまでしていただいて、ベル先生ありがとうございます、ふむふむふむへ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 む、そう、足跡なんです、こうこうこうやつでさ、2番にさ、重なったになるよってあるじゃん、うん、それさ、最初に先生にさ、振り入れしてもらう前にさ、みんなかさぶたってこうかなって言ってさそう膝書いてたの、そう、2番かさぶた
2番こうじゃなくてその部分ね、かさぶたここなんですよ。かさぶたみたいな、だからかさぶたになるよになってます。2番そこ注目してください。先輩が、誰だったっけ、ななみさん、レイナさんとか、とかそうそうそこ、が先輩が膝を書いて、かさぶたってこんじゃないの、ね、面白かった、ね、そうだから元の振りがどうか分かんなくて、じゃあこれにしようみたいななったよね。なったね、かさぶた。だからもともと振り入れの先生がこうやってた。これがさすがにかさぶたになるよ。これやばい、かさぶたになるよ。なんか嫌だ、なんか嫌だ、やばい、集中できない。それはかゆそうや、ほんとかさぶたってかゆいっけみたいな。でもだから治りかけかゆいんじゃない。うん、そう、結構細かい振り付けがあったりとか、私の歌わりはいつか気づいて強くなれるとなんですけど、これ5日、あの5日の5日です。5、そうなんだ、いつか気づいて強くなれるとなんです。知らなかった。いつか気づいて強くなれると、君をずっと信じてた、何たかれるまでの空に出会えるの。いいよ、じゃあ手だけ映る、一人じゃないことに。これ2で、そう、1人から2人になったんで。わっ、そういうこと。そう、普通2じゃなくて、そう、一人じゃないことに、これで一人じゃないよって言ってるらしいです。うわいいね、ありがとう、裏話。いい、ね、うわなんかこういう振り返りを聞くとやっぱりあれです、もう一回見たくなりますね、パフォーマンスね。踊りたくなっちゃった。まあいつかね、みんなの前で、うん、そう披露できると信じて、ね、はい、またじゃんじゃんじゃん。そうだからそれをちゃんと覚えておいてね、みんな覚えておいてね。そう、より多分楽しくなるよね。あ、これがこれか、うん、みたいな、わかるわかる、そうそうそう。まあ、まあ他にも裏話いっぱいあるんですけど、とりあえずちょっと時間なの で、ね、はい、そろそろ終わりたいと思います。夏木終わった、終わりました、お疲れ様、夏木作業が終わりました、お疲れ、ありがとう、お疲れ。って方で私は壇上を読みたいと思います。ちょっとスクショタイム、スクショタイムどうしよう、夏木手だけお願いします。はい、壇上、私を、そういうこと、ありがとう、参加させてくれて。じゃあ月月満月です。はい、チーズ。あとなんだろう、かわいいバブちゃんだ、ありがてぃちゃん、ありがてぃ、ありがてぃ、はい、ということで、すいません、手だけありがとうございました、ありがとうございました。じゃあお礼をさせてください。13位ケンジ氏ありがとうございます。12位サチハラブアットスイシありがとうございます。11位カキヒコシありがとうございます。10位ナオくんアットスイシありがとうございます。9位セッテンガー氏ありがとうございます。8位リュウ氏ありがとうございます。7位ミッチー氏ありがとうございます。6位お茶氏ありがとうございます。5位トモゾウ氏ありがとうございます。4位スイッチ氏ありがとうございます。3位アキフミ氏ありがとうございます。2位カズチャマ氏ありがとうございます。そして1位はジョゴ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 、はい、たかたかしです、ありがとうございます。ありがとう、たっくんし、ありがとうね、今日は昼夜どっちも下手にいたね。そう、柱前と中央後ろね、どっちも見えたけど、まあ今日はね、今日は、まあ、こまちゃん初日ですから、まあまあまあ多めにあ、でもルアのこと見てくれるの気づいたので嬉しかったですよ、ありがとね。これからサイリウム6本振るんですかありがとう、また来てね、ありがとう。はい、それではちょっと終わりたいと思いますちょっとね、せっかくあの9月1日になったのにもかかわらず、こうやって外で配信をしたことにより多分ギガが減ってますやばくない、やばいよね、絶対ギガ減った。9月もう多分2ギガくらい減ってんじゃないか、やばくない、私15ギガ、おう、やばい、ギガ終わります、すいません、ありがとうございました、ありがとう、まるね、ありがとうございました
おやすみ、ありがとう、明日も頑張ろうね、ありがとうございました。ありがとう。